新型コロナ禍で外食が制限される期間が続いた中、料理の持ち帰り、テイクアウトで自宅にいながら飲食店のメニューを楽しんだ人も多いのではないでしょうか。今日は市内でテイクアウトを実施する店舗やメニューを検索できる新たなサイト、テイクンをご紹介します。テイクンは飲食のテイクアウトを行う店舗の情報をまとめたサイトで、昨年12月17日にオープンしました。飲食のテイクアウトに特化し、提供している店舗やメニューはもちろん、エリアやジャンルで検索することもできます。テイクンを立ち上げたのは、今治、東京、埼玉、沖縄に住む兄弟や大学時代の仲間4人で昨年設立した市内の株式会社同心。開発、営業など運用の中心となっているのは、市内在住で代表取締役の中川博之さん、27歳です。新型コロナ禍でテイクアウトの需要が高まりましたが、サイト立ち上げのきっかけはそれ以前にあったそうです。まあ、もともとは全く違う事業構想からスタートして、会社の理念が幸せを増やし不幸を減らすっていう理念でして、一人でも多くの幸せを増やし不幸を減らすためには、おそらくこう人類全員が共通している衣食住に関わるか、もしくはちょっと少なくなるけどスポーツかなと思ってて、で2年前ぐらいはそのスポーツの事業を作ろうとちょっと始めてたんですけど、まあ最終的に頓挫して、じゃあ次食だということで、食をこういろいろ調査してたら、なんかテイクアウトっていうところに大きな穴を見つけて。中川さんが見つけたテイクアウト業界の穴、それは情報が少なく整理更新されていないという点でした。また中川さん自身がテイクアウトを利用する中で実際に感じた疑問もサイト立ち上げにつながっています。テイクアウトするときってこう自分の行きつけのお店の案の商品っていうのがもう既に決まっちゃって、それってあるときおかしいなと思ったんですね。イートインならもういろんな店の中から選ぶのに、テイクアウトだけそうだと。でそれなぜかって考えたら、情報がまとまってないからかもしれないと。これ僕は大きな穴だなっていうことに気がついて、でもこういうときって大体違法につながる穴か落とし穴かのどっちかなと思って、だから慎重にそこは見まして、どうやらなんか誰も飛び込んだことない穴だなという感じに見えたんで、楽しそうだと思って迷いなく飛び込みました。こうしてテイ君の指導に向け、独学でゼロからプログラミングを学び、サイトの開発を一手に担っている中川さん。ページのデザインには女性の意見を反映させたそうです。知り合いのこういうサービスを使ってくれそうな女性に片っ端から連絡して、僕はこう思ってるけどどっちのデザインがいいっていう質問を何度も繰り返して、で毎回僕じゃない方のデザインが選ばれるんですけど、その繰り返しでかなりデザインはシンプルにしていきました。また店舗情報の掲載にあたって、実際に飲食店を訪れた時には初めての経験もあったそうで、やっぱイートインの情報をまとめたサイトじゃないんで、すごいこう目新しく見てくださったっていうのと、地域っていうところにすごく僕たちとしてもこだわってやってるんで、自分のお店の情報がきれいにこうまとまって世に、出たことがなかったからすごい嬉しいみたいな、ことを言ってくださる店舗も結構いらっしゃったりとかして、なんか初めての体験だったんで嬉しかったです。中川さんは公共交通が発達し、飲食の宅配が盛んな都市部と比べて、生活に車移動が欠かせない今治のような地方にこそ、これからさらにテイクアウトが生活の中の楽しみの一つとして定着していくだろうと話します。そうした観点からテイクンでは、決済方法に面白くてお得な仕組みが。それは設定した期間内に仲間を集めて
同じメニューを購入するグループ購入です。メッセージツールでこう、自分の家族だったのグループ、一緒に安く買おうって言ったりとか、宿場の同僚の仲いい人に声かけたりとか、そういうので、一緒に安く買って食べると。でそれが一緒に食べても別々で食べても、本当に大切な人とそういうやり取りをしたとか、一緒に食べるんだったら一緒に食べる時間とか、そういうのもテイクを通してちょっとでも増やせたらいいなという思いでやってます。コロナでもう家から出ちゃいけないっていう時期があって、その時にみんなこう本質に気づいたと僕は思ってて、本当に大切な人って誰かとか、やりたいことって何かとか、なんか本当に大切な人との時間って、なんか皆さん、まあ、自分も含めて結構優先順位意外と低いみたいな、目の前の仕事とかそっちを優先して大切な人と過ごす時間を作らなかったりとかで、後から後悔するっていう流れがかなり多いと思ってて、そこを何か一つきっかけで、変えれないかなと。それがグループ購入なんですけど、それで幸せが増えて、結局は僕たちの、あの理念の幸せを増やし不幸を減らすというところに、つながるという流れですね。テイ君が飲食店とユーザーを、そして大切な人とを結ぶツールとなります。ウェブ上にオープンして1ヶ月余りのテイ君、現在掲載されている飲食店は今治市内をはじめ西条市、新居浜市、そして沖縄県の合わせておよそ100店舗です。中川さんの目にはテイ君のこれからがしっかりと映っていました。テイクアウトの増加だけを僕たちは願ってなくて、テイ君を通して、テイクアウトを通してそのお店の中のことを知れたりだとか、テイ君を見てお店のストーリーを知れたりとかして、まあ、テイクアウトかイートインかどちらが絶対に伸びるみたいな、そういう仕掛けを僕たちはすでに敷いているので、そこにユーザーの皆さんに通っていただいて、ちょっとでもお店の売り上げに貢献できるようにということを店舗の皆さんに対して思ってて、使ってくださる皆さんに対してはよりシンプルに、テイクアウトってやっぱ楽しいなと、イートインと同じような感覚を持ってもらったりとか、さっき言ったような、本当に大切な人と一緒に食べたりとか、一緒に選んだりとか、そういう時間を増やして、一つでも一人のでも多くの幸せを増やしたいなと思ってます。飲食テイクアウトの店舗探しに役立つサイト、テイ君は、テイ君テイクアウトで検索。掲載店舗は随時更新。公式のツイッター、インスタグラムでも情報が発信されています。